バイルバッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ミルテンベルク軍に、属す市上朝。オーデンバルトのバイエルン側に位置する。この町は、公式には7つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。バイルバッハは1201年に、初めて文献上に記録されている。騎士のコンラートフォン・ビレンバッハが死下であるいうルン家の、 土地問題で承認になったという記録である。デュルン家はシュタウフェン家の家人で1171年から1272年までアモールバッハ修道院の防衛を担当した。バイルバッハはその歴史のほとんどの時期をマインツ選定綱領として過ごした。1803年に大人間綱領に含められたがすぐにバーデン大綱領に移された。 1810年にヘッセンダルムシタット大公領となり、さらに1816年からバイエルン領となった。1977年の市長村再編でバイルバッハは、ゲンツ、オールンバッハ、ビーゼンタール、ザン,ゼンホーフがバイルバッハに合併した。市長はベルンハルト・ケルンで2009年1月現在2期目を務めている。町議会は15議席からなる。 教会は歴史的な町の中心に位置し、ドライレーレンブルンネンを有している。半分はアモールバッハ市に属すゴッドハルトの遺構からはオーデンバルト越しにシュペッサルトまで見渡すことができる。ゴシック様式の列中バシリカ、ゴッドハルトの遺構はゴッドハルトベルクの山頂にある。ここからは5つの渓谷と周囲の山々を一望することができる。フランケンの山、ゴッドハルトは 波乱に満ちた歴史を有している。ここは時に盗賊騎士の取り出となり、後には女子修道院となった。記録されている伝承は714年に遡る。ガウノハクハートルトフォン、フランケンベルクは宣教師の聖ピルミンとアモールからゴッドハルトに呼び出されたというものである。ドイツ農民戦争ではボートラによってゴッドハルトは瓦礫の山となった。 1631年には修道院長エアハルトランデッカーによって教会が再建された。1714年6月8日、列中バシリカに落雷があり倒壊した。現在の遺構は1956年に修復されたものである。ドライレーレンブルンネンはバイルバッハ地区の中心となる十字路に面している。この泉は、 バロック様式のレリーフが施された大きな砂岩の水盤を有している。水は三本の管から流れ出る。この泉は、バイルバッハの象徴的建造物であり、紋章のデザインにも用いられている。毎年シャニク祭の開幕時には、カーニバルサークル、バイルバヒャーフレッシュが水を緑色に染める。バイルバッハの北西の入り口に、マインズの宮廷建築家、 アンブロジウス・ブロザマーが1585年に建てたルネサンス様式の水車小屋が残されている。1991年12月、町役場に24個の鐘が取り付けられた。鐘の演奏は毎日9時10分、12時10分、18時10分頃から始まる。2006年6月25日以降、グロッケンシュピールは休校、このグロッケンシュピールは 手でも演奏できるバイエルンでも極めて稀な例である。リンデエジーに属すアイゼンハンマー社の工場は19世紀初めからこの町にある。これに続いて多くのスケールモデルを作る企業がこの町に拠点を置いている。また、オーデンバルトの木材でパレットを作る会社もある。新しい南部産業地域には物流企業や手工業者がある。ありがとうございます。